で、僕、お店の方、チラチラ待ってたらね。ライオンズのこのピンバッジね、ともさんに買っていただきました。そうです。平八郎放送局、無事登録者数300万人達成いたしました。ありがとうございます。というわけで今日の動画は、ユニバッジを作ってみたー。はい、こちらがユニパッチのね、商品になりますね。あ、注意書きがされてますね。ね、ちゃんと読んでおかないと。注意。この面が外側です。お、この面が外側ね。よし、気をつけて。よし、作ってくぞー。オープン。これね、オープン。本体の方ね、オープンしていくよ、これ。片手じゃ開きにくいよ。片手じゃ開きにくいよ。無事、出し終えましたー。説明書がついてたぞ。間違えないようにやんないとな。作り方手順。これは難敵だな。ビビった。なんだよ。こう来て、注意、この面が外側です。オッケー、大丈夫、間違いないね。よし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 。大丈夫か？バキバキって。完成！あ、これ剥がすのね。完成！でん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 。はい、裏は、はい。でん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 。平八郎放送局、無事300万人到達いたしました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これからも、八代放送局を何卒よろしくお願いいたします。父さん、ありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。さようなら、ライオン。